大石明中は、日本の元政治家、大分県日田市の第七大市長を務めた。日田市出身。横浜国立大学経済学部卒業後、30年間に、渡り、畑産業や伊藤一万などの商社で勤務。主に食品畑を歩み、その間西ドイツの駐在員や、居酒屋チェーン副社長も務めた。1991年より、 シダックス取締役。1995年に北市長に初当選。3期にわたり北市長を務めたが、4選を目指した2007年7月29日の市長選挙で新人の佐藤洋一に大差で敗れ落選した。2010年6月から国際協力機構のシニア海外ボランティアとして、 アルゼンチン南部のパタゴニアに赴任した。就任後、職員を100人削減して440人にするなど、行政改革を推進した。福岡市の溝江建設が、日田市に別府警輪の場外者系売り場、サテライト日田の建設を計画。2000年6月7日には、通商産業省が設置を許可した。これに対して、6月12日に、 日田市長と市議会議長が別府市に設置反対の要望書を提出。6月27日には日田市議会が場外券売り場の設置には市長の同意が必要とする条例を可決し即日施行された。これらの動きを経て設置に反対する日田市と設置を推進する別府市との間には対立が深まった。 サテライト、北設置反対連絡会は反対署名を5万570人分を集め、別府市長に提出し、サテライト、北設置反対の上り200本を市内に設置することなどを決め、設置反対の北市民、約280人が別府市内で抗議のデモ行進を行い、設置反対を訴えるなど、北市民によるレジスタンス運動が行われた。 2001年3月19日、北市は設置許可の無効確認と取り消しを求めていそう一審の多い立地法裁判所は2003年1月原告的格を格として却下。北市は福岡高等裁判所に即日控訴した。この裁判において北市が主張した町づくり権の概念は個人には良好な環境で生活する幸福追求権があり、地域社会には そのような環境を作り出す町づくりの権利があるとするもので注目を集めた。その後、2003年4月には設置見直しを表明していた浜田博氏が別府市長に当選。同年11月10日に別府市はサテライト下の設置断念を発表し、北市は訴訟を取り下げた。2006年2月7日、大石市長は夫婦や親子などの同居する。 市職員について、給料を2年間にわたって、それぞれ2割削減する条例案を議会に提案する方針であることを明らかにした。この条例の対象となる市職員は33組で、削減額は計1億450万円となる。これに対して、職員や労働組合が反対。総務省も慎重な対応を求めたことから、同月27日、市長は、 条例案を撤回することとなった。この給与削減案の背景には、2005年5月に、日田市にご町村が、編入合併し、職員数が300人増えたことや、2006年度には、財源が約15億円不足し、同年度は、基金の取り崩しでしのいだものの、同じペースでは、基金が3年で底をつき、現状の行政サービスを維持、できなくなることなどがあった。 ありがとうございます。